紹介しながら食べたり飲んだりしていきたいと思います。タイに行く前にインスタグラムの方でおすすめスポットを皆さんに聞いたんですね。そしたらお土産はビッグシーで買った方がいいですよって教えてくださった方がたくさんいらっしゃって、ビッグシーでいっぱい買いました。で、紹介していきます。タイティーです。でこれ今ねちょっと開けて作ってみようって言って作りました。この後ろにずっと見えてこのオレンジ色のチャトラムーっていう一番なんかこうタイティーで皆さんも、おすすめしてくださったところがあって、お土産にも絶対買って帰りたいと思ってビッグシーで大量に入った茶葉を買いました。いただきます。あー、タイの味する。これだわ、これだ。まさにこれだ。ちょっと甘さは控えめにしたから、少し甘くないけど、50% ぐらいだね、これ。 50% ぐらいですね。結構タイティーは甘いんですね。すっごく甘くって甘さをまあでも調整できるので、多分日本人の人は 50% とか 70% か 70% でも結構甘めなので、ちょっとそれよりも下げた方が飲みやすいんじゃないかなって思うんですけど、これはね茶葉を 12g とコンデンスミルクを 30ml と牛乳も 30ml、 お湯茶葉に出す時に 120ml使って、氷はバーって適当に入れて混ぜて作りました。これだ。うん、美味しいね。うん、まさに全く同じ味だ。うん、全く同じ。茶葉がブレンドされてるものみたいなので、色は結構独特ですが、コンデンスミルクと牛乳を入れるとこの鮮やかなオレンジになります。ただお湯で煮出しただけだと結構普通の茶色だったよね、さっきね。うん。うん。ぜひ皆さんもタイに行った際はチャトラムーンの茶を買ってみてください。これもチャトラムーンのお茶なんですけど、このままもうお湯に溶かすだけでそのまま味が出るっていうものなので、お土産に渡すのにとてもいいんじゃないかなと思って、ビッグシーでバラマキ用のお土産買うのはとてもいいと思います。お茶系はこんな感じかな。これはちいこさんがすごくハマって、これうちこれ3本買ったのかな。ヤードムです。これヤードムって何かっていうと、開けると中にメントールとかハーブとか薬草みたいのが入っていて、こう呼吸をするとこう鼻が通るみたいな感じのスティックタイプの、アロマスティックみたいな感じかななんですけど、私これ中学生の頃から、このメーカーじゃないんですけどずっと使っていて、タイといえばヤードムみたいな感じなので、今回行って買ってタイにいた時からずっと使っていました。これいいんだよね、これハマっちゃってね。そう、もう常に、常に知ってたい。ただちょっと吸う姿があまりにも怪しいので、そこだけ注意していただきたいんですけど、日本で買えるやつよりもやっぱタイの方がメントールが結構濃いめだったりとかするので、スッキリ感は相当味わえるし、やっぱタイならではって感じなので、渡すと結構面白がられるっていうか、実家に持ってた時もずっとこうやって吸って、ああこれはいいわーとか言ってやってました。カラフルでね可愛かったりするので、でなんかヤードムって調べるとなんか日本に持ち込み禁止とか出てくるんですよ、サファリとか調べると。で昔は本当何十年も前のヤードムは禁止成分、日本にあんまり持ち込んじゃいけない成分が入ってたらしいんですけど、もう近年のこういうヤードムはもうそういうの入ってなくて、普通にお土産で持ち込んで大丈夫なので、大丈夫これ変なの入ってないって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、もう全然アロマとかしか入ってないので、お土産にもらっても全然大丈夫ですし、ぜひ使ってください。
花粉症の時期とかは本当いいと思います。あと私朝起きると鼻詰まってるので、これ吸うとすごくすっきりしてとても重宝しています。ただこれ本当使うとき気をつけてね、この結構粘膜とか擦れるとあれなので。結構ね、王道なお土産ですね。これは、タイガーバーム、これはちいこさんが買ったやつで、タイマッサージに毎日、ほとんど毎日行って、マッサージするときに絶対になんかスースーするものを塗られるの、多分それがね、タイガーバームなんだよね、きっと。そう、コースに書いてあるよね。うんうん、タイガーバーム使ったマッサージ、うんうん、まあ、いわゆるオイルマッサージに近い感じになるけど、背中とかやってくれるときとかも結構しっかり塗ってくれたりとかして気持ちよかったんですね。で、テクスチャーが結構オイルっぽいので結構すぐ手の体温で溶けるので、伸びもいいし、すっきりして使い心地がいいんですよ。なのでこれ今ね、もうちょっと涼しくなってきちゃったんであれなんですけど、夏場とかは熱を持ちやすいところ、脇とかこう首のところとか背中とかに塗って出かけると、汗をかいた時にこのひんやりとこの汗でしっかり体をこう何熱を放出してくれる感じがするので、とってもおすすめです。まあ、日本でも買えるらしいんですけど、ぜひこれも使ってみてください。これはポンズのフェイシャルパウダー、これは私じゃなくて、これもちいこさんが調べて買ってみなよってなぜか教えてくれたフェイスパウダーなんですけど、パウダーのキメが細かいから化粧崩れすごいしづらいんだって。香りもね、すごいお花みたいなフローラルな香りがする。あ、確かに結構ね、粉末が相当細かい。ピンクのここカラーになってるけど、色はほぼついてなくて、結構香りがしっかりお花の香りで、確かにこう小鼻とか T ゾーンとかをテカリを抑えたい時とかとってもいいのかもしれないです。200円しないぐらいだったので、ちょっと試しに1個買ってみました。香りもいい感じです。これも結構いろんな種類あったんですけど、この中一番ベーシックなものにしてみました。ドラッグストアにも行ったし、化粧品コーナーとかも行ったんですけど、韓国のコスメが結構いっぱい置いてあったイメージですね。タイならではのコスメブランドはあんまり見なかったかもしれないですね。これは王道のおばちゃんの石鹸でしょ。そうそうそう、もう一つ入ってると思うけど、二つ買ってて、うん、あ、これこの同じところ、これ今使ってるよね、お風呂場でね、うん、これもすごいなんかハーブっぽい香り、いい香り。何マムだっけ、マダムヘングみたい。マダムヘム、マダムヘムか、同じ香りかな。いや、多分違う香りだ、違う香りだよね。メーカーは一緒だけど、でもなんかタイはほんと石鹸がいっぱい売ってたね。うん、いろんな種類のが売ってて、香りもそれぞれ違うし、結構オーガニック系のナチュラルな感じの石鹸もたくさん置いてあって、これはコラモじゃない？そう、それもそれなんかビッグシーのオリジナルみたいな感じで書いてるやつ。本当だ。へえ、ハンドメイド石鹸だって。それはちょっとレモングラスの香りを部屋で楽しむようなやつ。うん、今寝室に置いてあるけど結構いい感じに香っています。私はソープオペラっていうところの石鹸を買いました。固形石鹸がこうやって切ってケーキみたいに置いてあって、いろんな香り嗅いだんですけど、これはジャスミンとアンネット、アンネットってなんだろう、こういう感じの石鹸でいい香りがしたので、これね、ドライスキンの人にいいんだって。他にもバナナ&チョコレートとか、ラベンダー&ホワイトクレイ、ネロリ&ライチとか、結構ね、いろんな香りの石鹸が置いてあって、香り系が好きな方は行ってみてください。何個かね、買おうかなと思ったんですけど、結局うち石鹸いっぱい買ってたので決めてみました、今回はね。これはビッグシーで買ったやつ。そうだね。お湯をためて中に入っているハーブで足湯ができるっていうもので、
これは、うちとあと実家、それぞれの実家の母用に購入したフットスパです。結構さっきマッサージにね3日連続で行ったっていう話をしたんですけど、やっぱ足マッサージ、足のマッサージする前に毎回ね綺麗に足を洗ってくれるんですよ。ツルツルにしてくれたりとかしたのですごい気持ちよかったですが、その気分が少しでも味わえるようなアイテムになっています。これは誰の？うちの実家用にしようかなと思ったんです。あ、これはすごいパッケージが可愛いね。うん、これはなんかね、あっためるやつで、お腹とか背中とか腰とかに貼れなくて、湿布の薬草バージョンみたいな感じだと思うんですけど、実家用に買ったそうです。可愛いね。安かったよね、こういうのもね。うん、全部本当に3、400円ぐらいで。それちょっと高かったけどね、確か。これは高いんだ。うん、ちょっと結構した気がするな。なんか基本的に価格がかなりお土産に抑えられた感じがしますが、あとはプリッツ、これはちょっと日用なので箱へこんだやつですけど、トムヤムクン味とガパオライス味のプリッツ。それガパオライスじゃないよ。これ何？ああ、豚のこの炒め物か。ラープーだけだっけ。うん、忘れちゃった。トムヤムクンと豚の炒め物でした。これ食べた？いや、まだ食べてない。食べてみる、一個。うん、ラープームだった。じゃあこれ開けてみよう。なんかね、タイのお菓子いっぱいあったんですけど、まあ定番はドライマンゴーとかだと思うんですけど、バナナチップスとかもいっぱいあって、で結局いろいろ見たんだけど、この王道、はい、王道のものにしちゃいました。これがやっぱり渡す時も食べる時も間違いないなって感じ。これラープムの方。うん、うん、おいしい。結構香ばしい。うん、辛いね。美味しい。私たち好みかもしれない。中リーサさんがタイに行ってて、バナナチップスのバーベキュー味があったら、それ美味しいらしいです、食べてみてくださいっていただいたんですけど、多分スーパーとかに売ってるものじゃないみたいで、結構探したんですけどなかったんですよ。お菓子もいろんな種類があって、味は結構濃いめそうなものがいっぱい売ってました。街がさ、結構タイって日本と違って、日本よりはもうちょっと汚い感じなんですけど、電車とかもそうだし、街はまあ場所によるけど全然臭くないんですよ。すれ違っても全然匂いもしないし、むしろなんかちょっとスースーする匂いがするんだよね。うん、多分おそらくなんだけど、タイガーバームと何かを混ぜたような香りがして、でそれが何の匂いだろうねってずっと言ってたんだよね、4日間ね。うん、でビッグシーンに行ったら、スーパーだからやっぱり柔軟剤コーナーとかもあって、そこでこう柔軟剤見てたら、ちょうどその柔軟剤を販売するお姉さんみたいな方がいらっしゃって、でその方に翻訳ソフトみたいので、タイの方はどの柔軟剤が一番人気なんですかみたいな、どれを使ってる方が多いんですかって2人で聞いたら、ダミーもすごい人気だけど、このコンフォートっていう柔軟剤、これが一番ベーシックなやつですよって教えてくれたんですけど、これを一番使ってる方が多いと思いますって教えてくれて、嗅いだら確かになんかこういう匂いだったんだよね。うん、多分おそらくこれだと思う。これはベビーパウダーの香りっぽいんですけど、早速ね、うちでも使ってるんですけど、いい香りだよね。うん、タイの電車の中で嗅ぐ香り。そう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 、これな、いい匂い、すごいいい匂いで、何の匂いなんだろうって言ってて、お香かなとか、あと香水かなみたいな話をしてたんですけど、なんかそういう香りじゃなくて、ちょっと柔軟剤っぽい感じだったから、うん、コンフォートを買って、おそらくこれだろうなって思いながら、使ってみています。これでもお土産で渡しちゃったりとかもしてるんですけど、チャトチャック市場に行ったので、そこでハンカチを、3種類じゃなくて5種類買って、みんなでそれぞれ分けたりとかしました。トラ柄とか、これはちょっとタイっぽいお花の柄とか、これはタイガーですね、これもタイガーからですって感じで、結構いろいろ買ってきました。
どうでした？タイ。最高。そう、もうね、ちいこさんはもう今すぐタイに帰りたいぐらいタイが気に入ったそうです。タイは初めてだったもんね。うん、そうだね。うん、まあ楽しかったね。ご飯もすっごい美味しかったし。うん、楽しかった。まだ行けてない場所もたくさんあったし、もう一回ね、また行きたいね。うん、うん、行きます。行きます。まだの皆さんにね、あの聞いて、あ、ここも行きたいなって思ったところで、多分行けてないところもあったりとかもしたので、ちょっとまたぜひタイ旅行、まあでも次はね、もし動画でお届けするとしたらタイ編じゃないかもしれないけど、あの他のね、旅行の様子とかもまたお届けできたらなっていうふうに思いますので、これも買ってきたらよかったですよとかがあったら、ぜひコメント欄で教えてください。以上、豆田でした。バイバーイ。